トロムス県トロームズフルカローミッサフィルカトロムス県は、ノルウェー北部の県、南にヌールラン県、東にフィンマルク県、南東にスウェーデンのノールボッテン県、東寄りの部分では、フィンランドのラッピ州とも接しており、北西はノルウェー海に面する、面積25,877平方キロメートル、人口152,628人、行政中心地はトロムソ、 県全域が北極県内に位置する。県内にはサーミ人も居住しており、サーミ後のロムスサも正式名称である。この県の名前はトロムス島にちなんで名付けられた名前である。トロムスの語源については諸説があり、確定していない。1 9 1 9年まではこの県はトロムソ県と呼ばれていた。2006年7月1日には北部サーミ後のロムスサもトロムスと並ぶ。 正式名称となった。県の紋章は1960年に制定された。チャージされているグリフォンは13世紀の有力な、種族だったビアコイの領主、ビアーネ・アーリンソンがシンボルとしていたことに由来する。セーニャジマフィヨルドによる入り組んだ海岸線が特徴のノルウェーの中でも、トロムス県の海岸線はとりわけ入り組んでいる。非常に島が多く、大きな島は南から錦島。 グリーユート島、セイニア島、クバル島、リンバス島、ライン島、バンナ島、アルン島である大きく標高の高い島が外洋に面して並んでおり、暴風、暴波の役割を果たすため、その内側のフィヨルド湾、いくつかの大規模なフィヨルドが海岸から内陸深く伸びている。大きいフィヨルドは南からボーグスフィヨルド、アンドフィヨルド、マランエン、バールスフィヨルド、 ウルスフィオルド、リュンゲン、クベーナンゲンが挙げられる。最大の湖は内陸部のアルテバトネットである。トロムス県は全域にわたって山がちな地形だが、中でも際立っているのはリュンゲン山脈である。リュンゲン山脈には小規模な氷河がいくつかあり、標高1833メートルのイエッケバリは県内の最高峰である。その他、 県内の区米南ンにもいくつかの氷河が位置している。エクスフィオールヨーケレンは、区米南ンとフィンマルク県のロッパにまたがっている氷河で、区米南ンフィオルドのシワン、ヨーケルフィオールで、氷海が海に流れ落ちている。氷海が海に直接流れ落ちる氷河は、ヨーロッパ本土では唯一である。県内で、最も流量が多い川は、モールセルバ川である。県内で、最大規模の滝は、 モールセルバだけで600メートルにわたって続いており、全体で22メートルの高低差がある。ラバンゲンフィヨルド北緯70度近くにあるトロムスでは多くの高緯度地域のように短く涼しい夏があり、高緯度地域であるものの温暖なメキシコ湾流の流れ込むノルウェー海の近くに位置する海流の影響による比較的暖かい冬がある。11月から4月にかけては寒い日が続く。 豊富な雪が降り、なだれは珍しくない。西向きの風によって、山地東部の平地地帯は、山地の西部よりも乾いた気候をしている。ストーフィヨルドのスキボスは88日連続の晴天の記録がある。スキボスの降水量は年300ミリメートル足らずであるが、林原山地の西、トロムソでは約1000ミリメートルの降水量がある。しかしトロムス、 マーセル部のダビダレン給料が最も雨量が少なく、年282ミ、mm、リメートル程度である。さらに、バードフォス給料均衡はこの地域でも一番寒く1月と5月、年の平均気温は、それぞれマイナス10.4度、13度、0.7度となっている。マーセル部の気温は最低マイナス35度、最高30度と幅広い。一番穏やかな気候は、 南の壁フィヨルド近郊ボルケネスであり、1月の平均気温がマイナス2.8度までしか下がらず、年平均気温も4度付近と安定している。林岸から眺めたフィヨルドヘラジカ、赤ギツネ、ウサギ、オコジョ、ネズミなどがトロムスに多く生息しており、夏はヒグマも見かけられる。その他、山岳地域にトナカイヤクズリ、河川部にカワウソ、森林部に大山コ。 海岸線にはネズミイルカなどの生物が住む。鳥類ではライチョウ、オジロワシ、カモメが海岸線に多い。トロムス内陸部では森林限界線が見える。トロムスではカバは通常200メートル付近ですでに樹木限界になっている。内陸部でも比較的温度が高い地区はカバが南斜面の700メートル付近まで伸びている。低地では七カマド、山慣らし、柳、 ハンノキ、および、エゾノオアミズザクラがよく見られる。ヨーロッパアカマツは、標高400メートル付近まで伸びている。樹齢500年を超えるようなものも多いと考えられる。オブルディバイダル国立公園が保護地になっており、内陸部のオスター国、キルケスダニ、ディバイダニ、ロスタダニ、サイナルダニ、スキボスダニなどの谷は、雨が少なく、地形がなだらかであり、夏のハイキングに向いている。 ライサダ谷では、田園的な河川が流れており、谷はカバノキ、松、ハンノキ、ヤナギなどで覆われている。この谷の北岸の岸辺は 5km の広さであり、両側 2200m を超える山が迫っている。南部はさらに乾燥した数百 m 程度の狭い土地が伸びている。典型的なトロムスのフィヨルドの光景は、農作地がフィヨルドの近くに広がっており、 山がそれを寒さから保護している。この谷の底部分は7 0トルにわたって、高低差のない平坦な土地が広がっており、ルイサ川を多くのカヌーや船が行き交う。鮭の遡上する川であり、137種の鳥類が生息を観測されている。いくつかの河川では滝のようになっており、モリスフォース線の滝は2 8 9メートルの高さである。 平地が終わるのに合わせた谷も終わっている。この谷の上流は、レーサ国立公園として保護されている。トロムソの町は、ノルウェー北部の中心都市となっている。大西洋に面した港町であり、また、オーロラ観測地としても著名である。スキボスのトロムソ大学は、世界最北の大学であり、天体観測地となっている。トロムソは、近隣地域の学生や若者の流入が見られる。 このため地方は過疎化の方向にある。また、南部の地方都市からの人口移動もある。ハーシュターは県南部の商業都市となっている。また、沿岸地域と島は漁業が主要産業である。漁港は重要な産業であり、スキーエルボイ、トロムソ、ハーシュタなどの港で漁が行われている。南部では農業も行われており、半木には短い半木で農業を行っている。 バラスフィオルドより北部でも農業が行われている。ノルウェー国防軍がこの県の最大の雇用事業者であり、第6軍がこの地に配属されている。バードホス空港、ヘリコプター、レーダー施設などの設備に雇用が多く生まれている。トロムソ空港、南部に、ハーシタ、ナルビク空港が設置されている。E6、E8 道路がこの町を通っており、E6 道路は、 南のヌルラン県のグラタン源から北のフィンマルク県クバナン源までの間を E8 道路はトロムソからフィンランドのスキボスダニやノルヨスボスまで続いている。当初が多いため橋や海底トンネルも多い。石器時代初期からトロムスには人が住んでおり、いくつかの岩屈には壁画が残っている。このような人々は狩猟と猟で生活していたと考えられている。 最初にこの地に住み始めた民族はサーミ人であった。考古学的証拠としてこの地域のローマの鉄器時代後期のノース人の鉄文明はカールソイには到達しているが、それより東北には到達していない。ノース人の農耕や鉄の文化は海岸線付近やフィヨルド近郊で見つかっており、サーミ人はフィヨルド内の奥に住んでいたと考えられる。 10世紀頃から、ノース人はさらに北方の沿岸にも、現れ始め現在のフィンマルクあたりまで現れる。南中部トロムスはバイキング時代小王国であり、ハロガランド王国の一部だったのではないかと、考えられる。バイキングのリーダー、トーラフンとは、サガによれば、スティクレサとの戦いにおいて、オラブ・ハーラルソンを倒し、決闘と交渉の末、バーコイを勝ち取ったと言われる。近くのトロンデネスは、 常に、バイキングの中心地であり、集会場所であったと考えられている。クバーニの住民の多くはフィンランドから戦争と飢餓を避けて19世紀後半に移民してきたと考えられる。その多くは、トロムス北東に定住し、壁南原、ノルドレーサ、スケーボイ、カーフィオルド、ストーフィオルド、バルスフィオルド、リンゲンなどの土地に住んでいる。トロムス県には25の基礎自治体がある。 番号は、区分図と対応している。ボールスフヨードバーディュベルクバークイダイロイグラッテンジェン、ハーシタ、アイベシュタットゲイブットナ、コウヨードカールスイクベイフヨードクバナンガンドバーンガン、レンビッチリンガンモルゼルブノードリザサランジェンスキャンランド、スコージェルボイソリザストロフヨードトースケントランイトロムソ、ありがとうございます。